私の言う通りにするんだぞ。わー、喉が潤ったぜ。踊りなさい。操られるままに。それにアリスもどうしてこんなところにいるの？それはこっちのセリフだぜ。どうしてお前がここにいるんだよ。どうやってここへ来たのかはわからないけど、この子がメモリーコアを刺激した犯人だったみたいね。お前のせいで今妖精の国が大変なことになってるんだぜ。妖精の国？ああそうだ、妖精たちが困ってるからおとなしく一緒に帰ろうぜ。私は何も悪いことはしてないよ。ただここで遊んでいただけだもん。細かい説明は省くけれど、この場所メモリーコアを刺激すると大精霊樹が暴走してしまうの。このままでは外にいる妖精たちに被害が出てしまうわ。そうなる前にここから出てほしいのよ。私がここで暴れれば暴れるほどこの木も一緒になって暴れてくれるんでしょ。最高じゃない。まだまだ遊び足りないと思っていたの。一緒に遊びましょう。気をつけてマリさん、あの子様子がおかしいわ。一体どうなってんだ。きっと邪悪な感情に支配されているのよ。なんだよそれ。さっき私たちも記憶の結晶に触ったでしょ。同じようにあの子も触れてしまったのよ。邪悪な感情を内包した悪い記憶にね。そんなバカな。いくら悪い記憶とはいえそれに触れたくらいでこんな風になるか。あなたが触れたのは自分の記憶だったからわからなかったでしょうけど、記憶の結晶の影響力はかなりのものよ。私でさえ自分が本物のマリサだっていう錯覚を起こしそうになったわ。え？
おいおい、マジかよ。あの子は純粋すぎるのよ。だから記憶の影響をもろに受けてしまった。今のあの子はフランドール・スカーレットであってフランドール・スカーレットじゃないわ。何をこそこそ話しているの。私も仲間に入れてよ。一人は嫌だよ。おい、フラン、正気に戻れよ。ねえ、何して遊ぼうか。チッ、引きやしないぜ。あなたの声が届かないんじゃ、私が何を言っても無駄でしょうね。あれ、聞こえてないのかな。さっきから何して遊ぶって聞いてるんだけどな。来るぞアリス、構えろ。仕方がないわね。上海ホーライ、お人形遊びでいいなら存分に付き合ってあげるわ。フラン、正気に戻ったならまず話しようだな。こいつはどうしたの。マリサ、マリサ、ああ退屈だわ。お姉様
んは相手してくれないし、他のみんなも忙しいからってあんまり遊んでくれないんだもん。破壊の力で次元に穴を開けて、そこからここへやってきたってわけか。まったく、とんでもないやつだな。マリさん、ちょっとマリさん、ぼんやりしないで。と、あれ、フランはまだまだ元気みたいよ。あの子を捕獲していた糸も全部振りほどかれちゃったわ。私の力を、知らない思い出を、みんなの感情をどんどん吸って、大きな大きな私になれ。止めないと、妖精の国だけじゃなく、この神事も危ないぜ。シャンハイ、オーライ、それなら、ちゃんと止めないとね、王様。言ってくれるぜ。そして、言われるまでもね。
味がする飲み物だな。お、これはなんだ。なかなかいい味だな。知れないぜ。知れないと思って勇気を出してここまで来たんです。アリスさんの糸のおかげで迷わずに済みました。
いだしね。でも光なら私が屈折させるし。超音波は私がかき消すよ。まさかお前たちに助けられるとはな。それじゃあ私は最後の一仕事をしてくるぜ。よっ。バカにして。大事よ。死角から私のツタで。させない。騎士ドールオブラウンドテーブル。ほら。私の能力にかかればあなたのツタの動きなんて一目瞭然なんだから。ナイスアシストよ。よう、ブラウン、好きだらけだね。さて、ブラウン、ちょっと痛いが我慢しろよ。お前の後ろのでかいやつを私の最大火力で吹き飛ばす。終わったら妖精の国で遊ぼうぜ。弾幕はパワーだぜ。これでも食らいな。魔法。マリサさん、マリサさん、マリサさん、頑張れ。シロクロチャンハオイ。マリサ、私やっぱり王様になるのやめとくわ。なんでどうして。あんなに乗り気だったじゃん。異変を解決したおかげでみんなの支持も得ているのに。真面目な話、私は王様としてこの国を守ることができなかったからな。そんなことないです。マリサさんはちゃんと。おいおい、最後にお前らが助けに来なかったら私はやられていたんだぜ。よく頑張ったな。お前らは私の命の恩人だぜ。私たちが命の恩人だから、この国を守る王がいるとしたらそれはお前たちだ。元王様の私が認めたんだ。自信を持っていいと思うぜ。でも、もしまた今回みたいな異変が起こったら。その時は協力するぜ。異変解決の専門家兼お前らの友人としてな。それなら安心かな。なんかうまくいく気がしてきた。私たちならやれるやれる。そうね。なんとかなるなる。やっぱ妖精はこれくらい単純じゃないかな。それじゃいい感じにまとまったことだし、国を挙げて異変解決のお祝いでもするか。わーい。
大精霊樹も元に戻ったし、一件落着ね。そうだな。あの、マリさん、ごめんなさい、私。おお、姿が見えないと思ったらこんなところにいたのか。これから異変解決のお祝いをするんだ。一緒に来いよ。この私が直々に妖精の国を案内してやるぜ。でも私のせいで妖精さんたちは迷惑したんでしょ。許してくれるかな。心配するなって。こういう時のための元王様だ。妖怪と妖精の橋渡し、最後の仕事にふさわしいじゃないか。ついてこいフラン。妖精に私の友達をフランドール・スカーレットを紹介してやるぜ。うん、ガチャ、それでよろしいですか。回しますよ。大丈夫、またアキュンガチャ。ヤッホー、レイモン。うちは妖怪のたまり場じゃないんだけど。こんにちは、フラン。こんにちは。珍しいじゃない、あんたがここに来るなんて。マリサから聞いてると思うけど、私も冒険についていくことにしたから。よろしくね、レイモン。え、そんな話聞いてないわよ。話を聞かないったらありゃしないわ。ったく、はしゃぎすぎて日焼けしないよう気をつけなさいよ。